のスターバックスの件数は世界2位と日本を大きく上回っています。最近ではこだわりのコーヒーを出す独立系のカフェも普及しています。この店の人気コーヒーは輸入物かと思いきや中国の米の伊藤さんです。中国は今コーヒー消費大国から生産大国へと変貌を図ろうとしています。中国最大のコーヒーの産地雲南省、山道を走ること2時間、そこにはコーヒー畑が広がっていた。雲南省といえばクワール茶が有名だが、中国内で生産されるコーヒーも 98% は雲南産だ。コーヒー栽培に適した標高 1400m 以上の高地、この東京ドーム200個分を超える広大な敷地はクワール市最大のコーヒー生産会社アイニの農場だ。豆の洗浄、乾燥など一連の生産設備を完備。敷地内には牧場も併設され、アイニでは堆肥などを使って完全有機栽培に取り組んでいる。小さい農場と違ってうちは自社ブランド商品も販売しているから品質が一番重要なんだ。雲南省政府は去年からアイニなど生産者が出品するコーヒー豆コンテストを開催している。豆の格付けなどを行うアメリカのスペシャルティーコーヒー協会と提携、国際資格を持つ鑑定士などが審査を行う。その中にはコーヒー商社とカフェを経営する日本人鑑定士の姿も。今の世界中のブームができているコーヒーだと思います。審査員のお墨付きも得た雲南コーヒー、その豆を確保しようとネスレやスターバックスなどコーヒーメジャーが動き出していた。クワール市郊外にあるスターバックスの豆買取センター、コーヒー豆を山積みにしたスタッフが次々とやっている。その数50台以上。朝9時、この日の買取価格が表示された。1キロおよそ250円。だがこれを見た農家の表情は絶えない。こんな値段じゃ売りたくないね。儲けが全然ないよ。こんなに安いなら来年は栽培を減らすよ。ここではコーヒー農家とスターバックスが直接豆の取引をしている。農家側に交渉権はなく、決められた価格で売るしかないという。取引価格は大手が全てコントロールしているんだ。雲南コーヒーは品質が向上したものの、まだまだ世界的な信頼やブランド力があるとは言えない。農家側が期待する価格では買ってもらえないのが現状だ。こうした状況を打破するため、政府はある対策に乗り出した。それが今月開業予定の雲南コーヒー交易センター。雲南省政府と民間企業で立ち上げたコーヒー豆の取引所だ。雲南コーヒーはニューヨーク先物指標の一般価格より 10% 以上安い。独自の価格設定システムが必要なんだ。目的は買い手側が主導権を持つ直接取引から取引所を介した間接取引へも移行。まず農家が生産した豆の品質に合わせ交易センターが最低価格を設定。これを世界中のバイヤーが
競売形式で入札する仕組みだ。そうすることで、売り上げコーヒー豆のブランド力と価格は、品質に見合ったレベルにアップするという。この貿易センターによって、ウリナコーヒーのブランド力と価格は上昇すると確信しています。しかし、ある会社で、雲南コーヒーのブランド化に逆行する取引を行っているとの情報を入手し、その質を考えた。対応に出たのは30代の経営者林氏。オフィスには焙煎機やサンプル豆が置かれていた。そして奥の倉庫には大量のコーヒー豆の袋が。あっちは去年の豆で、こっちは2年前。1キロ400円で高かったよ。どれも古く、品質の落ちた雲南豆ばかり。選手が行っていたのは、コーヒー豆の投機だ。2年ほど前、値上がりを見込んで購入したが、その後、世界的な景気低迷で価格が下落。売れずに放置していたものを、アラブ諸国へ格安で売りさばく予定だという。投機に失敗しても、損した様子はない。1キロ260円以下の豆ならいくらでも買うよ。そして1キロ400円になったら全部売るんだ。その訳はこんな一言から見えてきた。政府系の農業集団が私に4億円の資金を提供してくれたんだ。投機資金は政府系企業から得たのだという。政府関係者との会合に顔を出すという林氏についていった。古びた倉庫、その中では大勢が鍋を囲んでいた。彼は政府系の農業集団のリーダー。林氏の隣が協力者の政府関係者だという。我々は彼を政策面でも資金面でも支援して、お互いに利益を得ているんだ。彼らはコーヒー豆の投機だけでなく、先物取引なども行い、これまでに巨額な